ステカ。パラステカの豆だと澤出です。ホットプレートを澤出さんが買ってきてくれました。あったかい段取ってますね。今日は何をしますか。今日は、はい、コストコでチーズタッカルビを買ってきました。すごいね。でもこれも1個買えばさ、うん、もうすぐできるから超いいじゃん。もう味もついてるし、うん、チーズもあるから、うん、いらっしゃいますので、はい、3人でチーズタッカルビを実食していきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。パラスティカ、はい、前回使ってたホットプレートより2倍ぐらい大きいから、ご立派なね。うん、ちょっと菜箸取りますから。あ、そうでした。こんな感じでね、もう味もついてるしチーズも別でこうやってついてます。美味しそう。カーファイヤー、熱いよ、熱いよ、熱い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 よ。あとすごい、おでん、トッポギ、さつまいも、玉ねぎ、うん、鶏肉入ってます。具だくさんです ね、 ね。じゃあコストコのパンを食べてしばらく待ちたいと思います。はい、なだまん、いがらいっぱいある説。あ、ほんとだ。なんかこの T シャツ欲しいんだよね、葛飾北斎の。ありそうじゃない。うん、でもしかも作ってるか。あー、ビューティーみたいので。ビューティーみたいな。もうこれ著作権切れてるから。あ、切れてんだ。切れてる、切れてる。あの、そうだよね。知らん、これ著作権切れるとかあんだ。え、多分ね、あるよ。なんか何年経つと切れるとかあるから、うん、もうこれ書いたのもだって数千年前っしょ。そうだね、フリーイラストってこと。フリーイラスト屋じゃん。じゃあイラスト屋、イラスト屋。ひっくり返してみる、気休めに、うん、あー、すごいいい香りね。あれ、蒸発しちゃいそうね。キムってみる。キムから水分は出ないか。でも、うん、キムタイム。いや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 、パラスティカ特製。うちにはゴーダたけしチーズが。たけしたけし。あ、やばい、焦げてんな。やばい、助けてー。チーズ焦げてんな。なんということでしょう。チーズタッカルビワンセットでできてしまいました。こちらのセットです。1898円。お買い得になっております。お気持ちをしたことによってかさ増し、色もより鮮やかになりました。デン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 。なんだ。いただきます。じゃあちょっとビヨンやっていい。いいよ。あー、おー、いいじゃん、いいじゃん、いいね、いいね。伸びます。お、おー、これでも絶対追いチーズマストだと思うわ。あー、よかった。じゃあ買って、ボーダー買っといてよかった。たけし、サンキュー。おー、おお、さよなら。あ、さよなら。熱いよ。うん、おいしい。絶妙な辛さ。うん、トッポギ全然大丈夫だわ。もちもちだった、ちょっと不安だったけど。うんうんうん、味付けがめっちゃいいね。いい。あ、でも待ってよ、これはコクうまが入ってるから、この美味しい味付けにたどり着いたのもいけません。全体的にキムチ入れた方が、うん、なんか見栄え的にいいかもしれないんで、おすすめです。それは甘辛みたいな感じかな。うん、さつまいもがすごい美味しい。マジ。うん、もうお肉がホロホロだね。うん、すごい美味しい。これが美味しい。美味しいだね。こういうことだよ。これ、なこれ、なこれ。あっ、美味しいね。うまいね。やっぱキムチうまいな。キムチが正解すぎた。うんね。このホットプレートの大きさでも正解だね。マジで。正解だったね。何でもできるじゃん。うん。たこ焼きも多分さ、結構個数できんじゃね？うん。うん、アヒパしようぜ。アヒパしよう、マジで。アヒパやりたいね。ねね。世の中の女子の中でトップ10に入るぐらいうちらは非常に好き。うまいよね。うまい。最近
箸使うの下手くそになってきた。あ、なんかすごいわかる。なんでだろうね。ペン握ったりさ、しないじゃん、うん、あ、そういうこと。単純に鉄筋が薄れてる。ペン握ることないもんね。4年に1回レベル。硬質やったら大変なことになるわけ。硬質かなく。何硬質って。ほら、すっげー濃い色の鉛筆で文字書くこと、やったことある？ない。絶対あるよ。あるある。こうやってさ、小学校でやってたもん。分厚い下敷き敷いて、5行ぐらいの文章を書くのよ。絶対やったことない。嘘？硬質やらない小学校あんの？あ、でもわかんない。私、学校ではやんなかったのかな。逆に何やったの？私、書道習ってた、小学校。ああ、習ってたよね。そこではやってたかもしれない。分厚い下敷きは引かなかった。絶対引くよ。ふにゃふにゃの下敷き。それ引かないと、硬質のその鉛筆の良さ出ないから。いや、もうプロじゃん。プロの人じゃん。知ってた？私たちの時って生物1とか生物2とかだったじゃん、うん、今生物基礎と生物なんだよ。正直は本当失礼だけど、一番いらない時間じゃない？もう本当嫌だった。科学が一番。なーにがいたじゃん。なーに、なーに、なんだよ。なーにって、なーに、科学、科学だった。これ胃が小さくなっちゃった。うん。あ、やばい、お腹いっぱいすぎる。うん。イエイ。ごちそうさまでした。パラスティカ。はい、今日はコストコのチーズダッカルビを 1.4kg を3人で食べてみました。3人でも結構お腹いっぱいだから、うん、パーティーとかで買ってみんなで食べるのも十分いいと思います。確かに、うん、結構楽しかったので皆さんもぜひ行けたら買ってみてください。私たちの Twitter のアカウントが下の概要欄にあります。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、せーの、パラスティカでした。